はい、どうも、こんにちは。今回は殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続けられていこうかなと思います。前回は、確か偽リヴァイこと、名前なんだっけ、あいつ。名前なんだっけ、名前が、ハリーか。ハリーが警察辞めて、アーサーのとこに来たんだけど、まあその後また行方が分からなくなって、で、その後だよな。よくわかんねえけど。はい、やっていこう。ごめん、つい。ま、君がこの類の話に興味を持ちそうだから、話題にあげたってこともあるけどね。なんだっけ、その類なんだっけ。探偵アーサー君の見立てを聞いておこうか。その類なんだっけ、そこ聞いてなかったわ。連続殺人だって、違うっけ。そうだな。少なくとも、金銭は盗まれてないみたいだし。ああ、合ってた。優先も考えづらい。合ってたな。今のところは無差別な通り魔だって考えるのが自然じゃないかな。合ってた。もちろん捜査が進めば接点が見えてくることもあるかもしれないけど。まあまあ確かに確かに。なるほどね。巷じゃあの有名な連続殺人鬼ジャック・ザ・リッパーの犯行に似てるって噂だけどね。本当？じゃあジャック・ザ・リッパー2世が来てんじゃないの。ジャック・ザ・リッパー2世が。ジャック・ザ・リッパーに？怪しいね。そう、夜間に刃物で殺害される、うん、市民を多数殺害しても影も尻尾もつかませないってね。まあそれはジャックだな。刃物を使った連続殺人犯なんて他にもいそうだけどな。まあまあそれも確かに。ゴロゴロ殺人犯がいたらそれは治安の問題があるね。確かに。もうイエスマンすぎる俺が。ねえアーサー、かつてのジャックのイメージってどんな感じかな。そうか、一応アーサーがジャック・ザ・リッパーを調べてることは認知されてるのかな。ローリーは心持ち、戦争あり姿勢を正しながら尋ねた。あ、俺様の話か。うん。いいだろう、相棒。話してやれよ。お？自身の名前が出てきて気を良くしたのだろうか。鹿の端で笑うジャックを見やり、アーサーは自分の考えを述べた。そうだな。犯行の対象は無差別で、通り魔的。うん。手口は残忍で無慈悲。確かに。快楽主義の大量殺人犯。というのが世間一般の印象かな。でもさ、実際さ、その世間一般の印象じゃないけどさ、こういう風にさ、なんかもう極端にヤバいやつに仕立て上げた方がさ、なんか俺らもさ、え、ヤバいヤバいってなったりとかさ、なんかこう作品にしやすいじゃん。そういうところから徐々にこう情報が曲がっていってんじゃないの。やっぱ作品にしやすさとかさ、そういうのがやっぱこう世間の一般の印象としてこうどん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 こう嘘が盛り込まれていくというかさ。世間一般の、うん、ということは君の印象は違うってことか。まあずっと話してるからね、ジャック・ザ・リッパー。まだ確定ではないけどね、仮の存在、仮のジャック・ザ・リッパーと話してるからな。全く違うってこともないけど、ただの通り魔がフロムヘルなんてメッセージを残して回るのは何か変な気はしていたよ。その地獄からっていうメッセージってことはやっぱ悪いやつしか殺してないんだって多分。とはいえ連続殺人犯であったことは事実だし、まあまあそれは確かに。処刑されたのも当然だと。まあそれは確かにだな。おいおい、冷たいやつだな。お前と俺は一心同体、運命共同体だろう。少しは残念がってくれてもいいだろうに。うるさい。別に望んでこうなったわけじゃない、うん、それに僕はお前がジャック・ザ・リッパー本人だとまだ完全に認めたわけでもない。まあそこだよな、問題はな。どっちかっていうと。はいはい、そうかよ、うん、お前誰かさんに似て頑固なところがあるぜ。あれですか、エドガー警部ですか。エドガー警部。ふーん、公表されてる情報からの印象はそんなところだよね。うん、ま、大間違いだけどさ。え、知ってんのお前も。大間違い。そう、実は僕当時からジャック・ザ・リッパーの処刑場で起きた暴動に興味があってね。おずっと調べてきて分かったことなんだけど。ローリーやるやん。ジャック・ザ・リッパーの処刑って2年も前だろう。うん、女の子が興味を持つような事件じゃないと思うけど。そうだね、当時はまだ女の子って感じだよな。そんなことはどうでもいいだろう。とにかくファミリーの情報網を使ってやっと裏が取れたんだ。これであれじゃん、その自分の中のさ、ジャックという存在にもちょっと近づけるんじゃないの。ジャック・ザ・リッパーはただの無差別殺人犯じゃなかった。うん、悪党だけを狙う殺人鬼だったんだ。まあまあそんな感じはしてましたよ。俺ずっと言ってるからな、そういう風に。悪党だけを狙う殺人鬼。
本当か？さて、どうだろうな。まあ、認めたくはないのかな。突拍子もない情報に思わず首を掲げたアーサー。その視界の端には薄く笑う男がいる。自称ジャック・ザ・リッパーだ。だけど、被害者に犯罪者なんていたかな。まだ犯罪って分かってないんだよ多分。世間に犯罪として公表される前なんだろうな多分。警察発表では被害者は全員善良な市民なんだ。殺害されたのは表立っては罪に問われないような悪事を隠してるような奴らだった。そういうことですよ。もうアーサーさん、アーサーさん、ちょっと頭回らなすぎですよまあまあ真面目なんだけどさ、俺ら逆に俺らがあれなんだけど、妄想してんだけどさ。警察が追えないような法の網をくぐり抜けるやからってことか。うん。もしくは公表できないような権力者とか。まあそれはあるよね。だからそれが権力者がやられてるからこそちょっと話題になってるのかもしれないね。正解。うん。被害者の多くは政治家や会社経営者、権力者だ。だけど実態はそうじゃない。え？汚職政治家に非合法な商いをする豪商、うん、金や権力で処罰を逃れた富裕層や有力者、ちょっと怪しげな犯罪に関与した人物、うん、挙げればキリがない。まあまあ仕方ないよな。その他の被害者たちももっと深く探れば、うん、ジャック・ザ・リッパーに殺された理由が見えてくるはず。信じられないな。うん。仮にそれが事実だとして、ジャック・ザ・リッパーはどうしてそんなことを。まあ、許せなかったんじゃないですか。だから悪事が。でもさ、今これさ、俺がさ自分で考えててさ、悪事が許せなかったっていうさことが気になってさ。でも悪事が許せなかったって言ったらさ、それこそ最近さハリーがそんな感じだったじゃん。その警察辞めてさ自分で片付けようとしてんじゃん。もう、まあ、ワンチャンハリーが連続殺人鬼な可能性ない？ハリーが連続殺人鬼な可能性なくはないと思うぞ。それはフロムヘルが関係してるみたいだ。うん。あれは虐げられた弱者が地獄より這い出て復讐を果たすということを意味してるらしい。だからそのジャックが自分の正義のために悪者を殺して回ったって考えたら、ハリーもやりかねないなって今俺思っちゃったんだよな。これもあまり知られていないことだけど、うん、いつからかジャックは弱者の代弁者と呼ばれてたらしい。まあ、裏社会ではね、ジャックを慕う人たちはそう言うだろうな。現にジャックが復讐を果たしてくれたと考えてる人もいる。まあそうだよな。自分たちの訴えはもみ消されても裁きが下ったってね。やったね。僕だってバラバラ殺人がいい方法だとは思わないけどさ、うん、ジャック・ザ・リッパーにそういう義足的な面があったから処刑の時には彼を助けようとした人たちがいたんだよ。まあいっぱいいたもんな、あの時。あの時ってもうパート1だからすげえ前だけどさすげえ前の記憶だけど。とはいえ、うん、暴動のどさくさで関係ない人を傷つけたり、はい、ぼーっとしてた君をボロボロのボコボコにしてもいいってわけじゃないけどね。うん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 。ローリーは少しだけからかうような言い方をした。暇つぶしの雑談のために寄ったのに、知らず知らずのうちに真面目な話になっていたのを気にしたのだろうか。だからあの時は人をかばって怪我をしたんだ。うん。何度言ってもちっとも信じてくれないけどさ。絶対さ、あの時かばったさあの女の子さ出てくるよな。絶対出てくると思うんだけど。そんなことないって、信じてるよ。うん。女の子を助けたんでしょ。うん。でも仮に万が一100歩譲ってその子がいるとしてさ、うんうん、どれだけ疑えば気が済むんだ。どうしてその子に会おうとしないんだ。確かに命がけで助けたのに結局誰なのか知らないだろ。絶対出てくるわこいつその女の子絶対出てくるわ。あの場でその子が無事だと分かっただけで十分さ。うん。あんなに怖い目にあったんだ、きっともう思い出したくもないだろうし。まあまあ確かにね。そもそも僕が勝手にやったことだ。うん。後から現れて感謝しろだなんて恩着せがましいことにもしたくない。まあ言いづらいよな。まあ欲を言えばいつかどこかで偶然見かけて、うん、この目で元気な姿を確かめられたら満足かな。まあぶっちゃけでもあれから2年しか経ってないんだったらそんなに見た目変わんないと思うけどな感謝はいくらしたって足りないとは思うけどね。うん。助けたこのこと覚えてるの？覚えてないね俺は。あ、いやそれがよく覚えてないんだ。うん。記憶も曖昧で。まあ、でこんなこと言ったらあれだけどさ、多分その時の記憶っていうかその時の描写さ、あれじゃなかったっけ、多分顔とかはっきり描かれてなかったよな。なんかすごいモブっぽかったもんな普通に。だったら
見かけてもわからないじゃないか。うん。アーサの返答にローリーは心底呆れたとでも言うように肩を落とす。でも真剣に思い出そうとすればもしかしたら。2年前だぞお前、今から2年前のことを思い出すのは無理だろう。アーサーは顎に手をやり昔の記憶を掘り起こそうとする。2年前に己の身に降りかかった事故、ジャック・ザ・リッパーの処刑に際して起きた暴動について。あ、いやー、あー違う、ジャック・ザ・リッパーの真実の姿か、うん、小娘にしてはなかなかよく調べてんじゃねえか。なあお前から褒めてやってくれよ。じゃあ合ってんのじゃあ。ということはローリーの話は事実なのか。まあ大体合ってるんじゃねえか。はぐらかすなよ。どうなんだ、こっぱずかしいんでしょう。他人がどう思うなんて考えたこともねえ。俺はいつだって好き勝手やってきたんだ。ああそういうことか。細かいことなんていちいち覚えちゃいねえよ。だから悪いやつを殺そうっていう発想じゃなくて、動機じゃなくて、その単純に俺が許せないなって思ったからやってきたから、そいつが悪いやつかどうかみたいなのはあれか、お前と同じ判断しないのか。今さら真実を、もっともらしいことを言って、恩着せがましいことをしたくはねえ。まあ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 。俺はジャック・ザ・リッパー。人を殺した。そして、殺される奴にはそれなりの理由があった。うん。それだけさ。まあこれ十分だけどな、これだけでも。これだけでももう答えみたいな感じだけどな。というかお前は、俺がジャック・ザ・リッパーだって信じてねえって話じゃなかったか？まあ。それはそうだが。で、どうだ？ああ、思い出せたかい？めっちゃ酔ってんじゃん。アーサーが気がつくとローリーが顔を覗き込んできていた。お互いの鼻と鼻が触れそうなほど近くから。めちゃくちゃ近い。めちゃくちゃ近いやん。なかなかないぞ、鼻と鼻が触れそうって。もう近すぎるでしょ。うわ、そんな大げさに身を引かれるのも傷つくな。君と僕の中じゃないか。君と僕の中でもちょっと近すぎるわ。アーサーは慌ててのけそったが、その反応にローリーは呆れる。彼女にしてみればアーサーの驚きは相当に遅れていた。ほら、怪我をした時もきっとこんな感じだっただろ。え、こうすれば少しは思い出しやすいかなと思って。いやいやいや、まさかお前ではないな、お前ではないな。単純に思い出しやすいサポートしてくれたんだろうな。どうやらローリーはアーサーの顔を覗き込むことで彼が大怪我を負った後の様子を再現し、アーサーの記憶を呼び起こす手助けをしていたようだった。思い出すって一体何を。ローリーだった可能性もあるからな。普通にキョトンとしたアーサーの顔を見たローリーの表情がはにかみから一変する。助けた女の子の顔に決まってるだろ。ここへ来てようやくアーサーはなぜローリーの機嫌を損ねてしまったのか理解できた。アーサーはあの事故で助けた少女について思い出そうとしていたが、ジャックとの雑談に夢中ですっかり忘れてしまっていた。対するローリーは身を挺してまで彼が過去のことを思い出せるよう助力しようとしていたのだ。アーサーは彼女の行為を完全に無下に主催していたのだ。それは怒られるのも無理もない話だった。そうか、いやごめん、うん、ちょっと他のこと考えててさ。けしからんな。そう言うとけしからんな。アーサーは決まり悪げに笑みを浮かべ弁解を試みるが、すでに虎の尾は踏まれてしまっている。ローリーは不満をデスクにぶつけた。話を聞いていたのか、うん、自分勝手も大概にしろ。大体君はいつもいつも考え事ばかりで。本当だよな。これは僕が悪いんだろうけど声が頭に響く。結構感高いのか。じゃあ身から出たサビだ、甘んじて受けろ相棒。そもそもジャックが口を挟まなければこんなことには。アーサーは恨みがましくがましい視線をジャックに向けるが、彼の方はどこ吹くかつだ。アーサー聞いてるのか。あ、そんなアーサーの態度はローリーからすればよそ見をして話を聞いてないようにしか見えなかった。噛みつかんばかりの勢いでアーサーに食ってかかる。ごめんごめん。確かに。毎回毎回何かと考え事してるからな。聞いてるのかって聞いてるんだ。謝ればいいってもんじゃないんだからな。本当だよ。もはやローリーの怒りを鎮めることは誰にもできそうにはなかった。二日酔いのアーサーの頭には、あ、そっか、二日酔いだったなお前。忘れてたわ。感謝の声がガンガンと響き渡る。それはある種の刑罰であるかのように彼は感じていた。あ、だから響き渡ってたんだ。なるほどね。
結局ローリのおこごとは長らく続き、その間もアーサーの頭痛が収まることはなかった。おっと、うん、そろそろ時間か。今日はこのくらいにしてあげようか。はあ、それはどうも。ああ、そうそう、本題を言い忘れてた、うん、僕たちは自警団を組織することになったから伝えておくよ。あ、そこにいるんじゃないの、あいつが、ハリーがもうハリーに対していろいろ憶測予測してるけどさ、ハリー自警団にいる説もあるし、ハリーが殺人犯の可能性もあるな。自警団？どうしてだい？うん、決まってるじゃないか、例の連続殺人への対策だよ。うん、こわもての男が集団で見回りしてれば市民も安心だろ。確かに。むしろ犯人と疑われないか心配だよ。そこはうまくやるさ。このまま警察に任せていたら犯人逮捕までは時間がかかりそうだからね。前の強盗事件の時も似たような話を聞いたな。うん、だけど大丈夫か？殺人犯とばったり会うかもしれないだろ。まあまあなくはないや。なんだ、心配してくれてるのかい？そりゃ心配するよ。ゴンザレスみたいな大男はともかく、君は女の子なんだし。いやいや、でもローリーは結構武力長けてるからな。マフィアの副首領で大男を引き連れてる身だけどね。うん、でもありがとう。まあまあ心配したからね。実は君にも声をかけようと思ってきたんだよ。うん、どうだい、僕を守るナイトの役目だ。参加してもらえると嬉しいんだけどな。いやいや、僕は自分の体傷つけたくないんで、すいません、ちょっとお断りさせていただきます。明らかにジャック・ザ・リッパーより先に出すべき話題だと思うんだけど。ケッ、ジャック・ザ・リッパーはおまけかよ。君はいろいろと荒事の経験があるからね、いろんなところに目が利くだろうし、同行してくれると心強いんだけど。いやいやいや、でも自分の身が大事なんですよね。やっぱ結局いつね、やっぱそれこそ殺人犯が襲ってくるか分かんないですし、まあ、そう考えるとちょっとやっぱりお断りさせていただこうかなと、今回ご縁がなかったのかなと。おい相棒、不良警官の行方も気になるんだろ。殺人犯を追うのも面白そうだが、どうすんだ。あ、そうだな。でもこれは正直分かってます。これは正直もうこのゲームやってたらわかるよ。このゲームやっててゲームオーバーなってたらわかるこれは多分誘いを断ったらゲームオーバーになります。以上です。アリーさんの行方を探しつつ自警団へ参加しようはい、正直どこをどう探したものかわからない。絶対ゲームオーバーになるから自分でやるにしたら。まあ無難な線だな。うん、あの不良警官がどこかを出歩いてるかもしれねえし、引き込みも絡めてぶらついてみるか。いや、その多分ハリーが殺人犯なんじゃないかな多分。そうしよう。そのジャック・ザ・リッパーに似てるっていう殺人犯も気になるからな。それ動機的にさ似てない。だってね、ジャックも多分あれじゃん、その自分の正義を貫くために悪事をさ立ったって考えたらさ、まあ、ハリーなんかもろそれじゃん。だから多分違いねえどんな顔をしてるのか。やめてやめてやめて、そのフラグやめてよ。どんな顔をしてるのかとか言い出したらお前もう知ってる顔になっちゃうって。わかった、ただちょっと調べたいこともあるんだ。うん、自警団への参加ついでに動いてもいいかな。あとね、ちょっとね、これちょっとめたい話になっちゃうんだけど、あのこのゲームをセーブした時に、まあ、もしくはロードをする時に、その章を代表するキャラクターみたいなのが映ってんのさ、そのセーブタイトルの章の横にさ。そのキャラクターが今回ハリーだったんだよ第4章の主人公ハリーだったんだよ。あくまで勇士の時計だったからね、それくらいなら構わないよ。早速だけど今夜の予定は空いてるかな。今夜空いてるけど急だね。何すんの。行動が早いに越したことはない。よし、ゴンザレスにも話をしておくから、日が沈んだら僕の家に来てよ。マフィアの家にさ出入りできる一般人ってすごくないかなかなかアーサー結構な位置じゃない。ああ、わかった、うん、よろしく頼むよ。団長。そうか、自警団だもんね。なんだよ、かしこまっちゃって。いつも通りローリーでいいのに。じゃまた夜にね。はい。あ、来たじゃん。音楽変わんないじゃんんで、
どうしてこうなった？なんかやられた。わからない。自警団の見回りの手伝いじゃなかったのか。アーサーは夜になると身支度を整えてゴッドスピードユニオンファミリーの屋敷へと出向いていた。屋敷のすでにゴンザレスを含めた黒服たちが揃っていた。数人で組を作った屈強な男たちはローリーの号令によって夜の街へと散っていった。組む相手を指定されなかったアーサーはというと屋敷へと戻ったローリーを相手に紅茶を入れていた。ローリー、僕も動きたいんだけど、できればゴンザレスたちについていきたい。君も同行するんじゃないのかい？ん？何を言ってるんだい？うん、僕は自警団のいわば司令塔だよ。うん、集められた情報を整理する頭脳労働担当だ。まあ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 、武闘派ではないわな。で、君はその補佐。当初はゴンザレスに頼もうと思ってたけど、彼は体力仕事の方が向いてるからね。うん、適材適所ってこと。ってことは引きこもりってことですか？僕はどういうのちょっとさっきひらめいて決めた。さっきってゴンザレスたちがすごい顔して睨んできたんだけど。そんなに僕だけ休んでるみたいで悪いよ。それは別に良くないの。いや、助っ人みたいなもんだからさ、しゃあないでしょ。それに調べたいこともあるって言っただろう。人を探してるんだ。情報を集めて回りたい。本当はこんなとこいられねえよ。はあ、ハリーって言ったっけ、元警官の。本当は警察関係者とは距離を置きたいんだけど。うん、君の頼みだ。間接的になら問題ないよ。まあ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 。ハリーについての情報も見回りついでに集めてもらう。そして全ての情報は僕に集まる。だったら君もそばにいた方が効率的だろ。ああ、何する？ゴンザレスたちにハリーのことについてもやってもらうってこと？威圧感も体力もあって荒ごとに慣れてる方が外回り。君は頭脳労働と僕を守るナイトの役割。うん、一部の隙もない完璧な布陣だ。でも俺暇っすよ、こんな家の中にいるだけなんて。暇っすよ。それは嫌っすけ そうだけど自分も探したいわ。言ってることはわかる、効率的だ、うん、だがなんとなく小娘の思惑を感じるな。寂しいんじゃないの、一人じゃ。確かに勧誘時の文句とも微妙に食い違っている。説明と実態のズレから生じる相互はアーサーに猛烈な違和感を与えていた。相棒、ゴンザレスの野郎や黒服連中には一発ずつくらい殴られるかもしれねえぞ。覚悟しとけよ。そんなに？嫌な予想はやめてくれ。僕は一体何発殴られなきゃいけないんだ。なんでゴンザレスたちに睨まれないといけないの？そんなに？そんなことなくない？別に組織の中で別にローリーマドンナ的存在でもないでしょう。さて殴られる理由もないでしょう。見回り組もすぐ戻ってくるだろうけど、うん、しばらくはやることがない。先に僕の仕事を片付けてしまおう。帰ってくるの早いな。ローリーは一度大きく伸びをすると机に山と積まれた書類を手に取り一枚一枚目を通していく。へえ、マフィアも書類仕事をするんだね。うん、なんていうか意外だ。まあでも書類仕事は割とどの仕事にもあると思うけどな。普通にやってたら。僕らがいつも威張って回ってると思ったら大間違いだよ。うん、暴力は商売道具だ。脅しに使うぐらいがちょうどいいよ。ほら、これはファミリーが所有するブドウ農園の報告書。ブドウか。これはテムズ川を使ってる貿易業の収支。うん、こっちが鉱山の運営状況と、あ、新興の製薬会社への出資もしてるね。いろいろやってんね。手広く商売を行っていることの自慢なのだろうか、ローリーはそれぞれの報告書を見せつけていく。すげえ、文字と数字が並んでやがる。頭痛がしてくるぜ。相棒、お前さんは平気か？でもジャック結構計画的にさやってきたからさ、意外と得意なのかなと思ったけど苦手なんだな。僕も文字はいろいろと書くけど数字は儲かるんだな、事業主って。あ、もうそれぐらいしか分かんないぐらいか。けっ、探偵のお前さんも個人事業主だろうがよ、なんて差だ。そんなに稼いでんの？まあそらそっか。ん、ちょっと待ってくれ。うん、これってあ、BGM がでも僕が見ても問題がないような書類のはずだよね。普段目にしない報告書に心を奪われていた朝だったが、ふと重要な事実に気がついてしまった。え？嫌だな、アーサーってば。
ここにある書類、今まで見せたもの全部。なんすか？部外者には絶対見せれない書類に決まってるじゃないか。いやまあそうでしょ、普通そうだと思うよ。おお、やべえぞ相棒、測られた。ああ、だ、弱み握られたの。ローリー、これは一体どういう。まいったな、ファミリーの中でも幹部以上にしか見せちゃいけないのに。ああ、どうしよっかな、困ったな。はめられたな。困ったという割にローリの顔は笑っていた。してやったりという満面の笑みだ。説明と実態が食い違うのは押し売りや詐欺の兆候だ。アーサーの抱いていた違和感の正体はこれであった。しかし相手がローリということで気づくのが遅れた。あ、だからあれか、だからもうお前は自警団の一員として逃がさないぞっていう。見られちゃったのはしょうがないとして、外部に漏らされるのは心配だな。どうすればいいかな。だから要するに自警団にずっといるってことでしょ。もちろん漏らすわけないじゃないか、僕が口が固いことは知ってるだろう。大丈夫さ。泊まり込みますか、嫌なんだけど。でもな、怖いな。アーサーのことは信頼してるけど、もしも万が一情報が漏れてしまった場合。なんすか。アーサーが大変なことになるよね。まあ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 、もうロンドンじゃお仕事できなくなっちゃうかも。まあまあまあ、そもそも別口で情報が漏れた場合、真っ先に疑われるのが君ってことになるね。あさ、そうなったら困るよね。いやまあだから要するにここにいるってことでしょ。もういいっすよ説明しなくていいっすよ、もうここにいるってことでしょ。もちろん。はい。あ、僕から何かを話すことは絶対にないんだけどさ。ここで寝泊まりしろってことでしょ。ああ、それは分かってると思う。だけど、僕は君の面倒を見てるんだ。君に被害が及ばないように守らないといけない。どうすれば守れるのかな。そうだ、ひらめいたよ今まさに。まあまあまあ、わかるよ、わかるわかる。アーサーがうちのファミリーの関係者だったらなんとかごまかせるかも。まあまあ、夢てるこれはいい案だよ。ああ、そうそう、わかってるわかってる君は僕の補佐役に抜擢しよう、だったら重要な情報を知ってても問題ないはず。やだ、こいつの持つが嫌なんだけど。そうだよ邪魔なんだけど。うんうんとわざとらしくうなずくローリー。その笑みは一切崩れることなく、むしろ口角はつり上がっていくばかりであった。ローリー、一旦話をやめようか。そういうことはすぐに決められないと思うんだ。準備とか手続きとか根回しとかいろいろあるだろう。まあただとりあえずちょっと時間がいい感じだからちょっとまあ切り悪いけどここら辺で終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。